富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。富永ボンドのラジオボンドバ、まもなく放送300回ということで、今日はですね、番組制作に携わっていただいた方がゲストでございます。ご紹介したいと思います。ディレクターの武藤和幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気がいいですね。元気です。さすがでございます。はい、武藤さん前にいるとなんか緊張しますよ。いや本当にこっちが緊張する。ドキドキしてる。初めてですもんね。でもそうですよ、こちら側で出ていただくのは、うん、絶対あのガラスの向こうに私いましたから。そうですもんね。まあもう300回ということで。いやすごいですね。はい、300回おめでとうございます。ありがとうございます。世界のボンドさんですからね。繋いでいきますよ。はい、昔を振り返りながら今日はお話ししていきたいなと思っております。皆さん15分間よろしくお付き合いください。はい、この番組は富永ボンドの作家活動テーマ、つなぐ作るに基づき、さまざまな分野の話題をボンドでつなぐトーク番組です。せーの、アートに失敗はない。ボンドのラジオボンドバ。この番組が始まった当時、はいはい、まあ6年前、うん、7年前ですね。番組自体は2015年の11月番組始まってますもんね。でも一番最初のディレクターが、うん、武藤さんなんですよ。はい、はい、立ち上げの時からの、ね、ちょっとその経緯を参考までに教えていただけますか。そうですね、はい、まずですね、このラジオボンドバが始まる前にボンドさんは出てもらってましたもんね、番組に。そうなんですね。覚えてます？いや覚えてないですよ。覚えてない。ですけど、ですね、うんうん、なんか出た気がしますね。フッチーさんが朝ワイドやってたんですけれども、はい、ココラジっていう番組なんですが、その中で、はい、ヒューマンサガっていうね、サガにゆかりのある方が、定期的にこう出ていただくコーナーがありまして、はい、そこで2014年だと思います、そのぐらいに、うん、ボンドさん、ここの面白い画家の方がいらっしゃるんだよっていうのを聞きまして、オファーしたら心よく OK していただいて、2ヶ月に1回ぐらいかな、電話つないで出ていただいてたんですよ。それがまず最初ですもんね、ボンドさんとのつながりは、はいはい、で、それで2015年ですけれども、開局 NBC ラジオサガの開局57周年の時に、ムツゴロウ広場前でひなの店って言って、いわゆる出前放送やってたんですよ、はい、帯で。でその時に、ブースの前でなんかイベント、人寄せのイベントをなんかできないかなっていう時に、あ、富永ボンドさんがライブペイントやったら面白いんじゃねっていうので、またまたオファーして、はい、番組やってる時にそのブースの前でライブペイントやっていただいたんですよ。そうですね、はい、でその時に多分ですよ、その時の営業の、S さんっていうのが、うん、と、一緒にボンドさんのところ行って、なんか番組やりませんかみたいな話をしたんじゃなかったかなと思って。そうしました、しました、ね、それ覚えてるんですよ、ね、そう S さんと話をして、うん、僕がやりたいって言ったような記憶があるんですよね、うん、なんかそんな やりたいな、やれるんですかねみたいな相談レベルでお話を持ちかけて、うんうんうん、それからですよね。そうですよね、なんかトントンと話が進んで、ね、だからそれが8月ですから、それで、11月にはもう番組立ち上がってますからね。だから3ヶ月後です。そうです、
すごいです ねすごいですよね。面白いわ。そう、2015年の11月に番組がスタートしたんですけれども、ね、11月7日土曜日です。土曜日の夕方でしたもんね。夕方のね4時半なんですよ。あので僕今日を持ってきてるんです、第1回目の原稿でこの時原稿びっしり書いてたんですよ。何喋るかっていうのをびっしり書いてて、第1回目とかひどかったですよね。ほんとひどかったと思いますよ。いや、あの棒読みもいいとこで、まあ、確かに慣れてなかったなっていうのはありますよね。でしょ、うん、やばかったでしょ正直。多少うんね、はい、だと思うんです、うん。でまあ今2021年、ね、7月ということ で、 そうです、ね、まあ、7年目ですね、うん。まあ、まさかこんなに長く続けさせて、いただけるとは思ってなかったですけど、やっとあとリスナーの皆様のおかげと、あとはそのゲストで来ていただく、うん、あの皆さんのおかげですよね、本当、ね、出ていただける方がいっぱい出ていただいたですもんね。いろんな人たち出ましたね。やっぱそのつなぐ作るというのがまあテーマなので、いろんな分野をつないでいろんなお話をしていきたいというふうな思いがありましてですね、うん、面白かったですね。ちょっとここで、うん、はい、当時の番宣をちょっと聞いてみましょう。あのリスナーさんも覚えてる方多分いないと思うんですけど。覚えてないですよ、俺も覚えてないものだって、ね、僕も覚えてないです。僕も7年ぶりです聞くの。はい、はい、じゃあちょっと聞いてみましょ う、はい。木工用ボンドで絵を描くライブペインター富永ボンドです。11月7日土曜日から私がナビゲートする番組が始まります。富永ボンドのラジオボンドバ、キーワードはつなぐ。デザインやアート、医療や地域などさまざまなジャンルを私富永ボンドがラジオを通してつないでいきます。富永ボンドのラジオボンドバ、11月7日土曜夕方4時半からオンエア。アートに失敗はない。ちょっといいね、これ土曜日の夕方アンニュイな感じですよね。本当ですよ。すごい、土曜日の夜って盛り上がる感じじゃないんですね。いやいや、あのもう夕方はまだ日が暮れてくる頃で、ちょっとあの切なくなる時間帯っていうイメージ。切なってなった。そう思い出した、思い出した。アンニュイな雰囲気でっていうのを言ってたんだ。言ってたんすか。そういえばこれ BG 武藤さんチョイス。そうそうそう。わー、びっくりしました。ピアノね、僕の喋り方もちょっとこれやばくないですか。いや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 、失敗はない。これあのもちろん原稿は俺作って、あですね、ね、あの、うん、読んでいただいたんですけど、ね、読んでる感すごかったですよ。読んでる感すごい、ね、読んでます40秒ね。まあ、イメージは先ほど言ったようにちょっと夕方でアンニュイな感じを出そうかなっていうところがあって、この BG になったところなんですけどね。だからジングルも多分こんな感じなんじゃないかなと思うんですけど。そうね、ジングルも今日ちょっと聞いてみたいで、ね、ジングルもあるんですね。あ、じゃあジングル聞いてみましょう。はい、聞いてみましょう、はい。富永ボンドのラジオボンドバ、優雅すぎません？優雅ですね。優雅。いやー素晴らしいですね。これで番組の内容優雅じゃなかったですよね。うん。いや、うん、いや優雅でしたよ。優雅っていうか、あのイメージが、まあ、なんか自分の勝手なイメージが、うん、アートっていうのはなんかそういうなんかなんていうのセンシティブな感じが。まあそうね、あるのかなっていうところだったんですよ、うん。いやすごく素敵です、うん。でもどっちかというとなんか美術、西洋美術みたいな感じがしますよね。今のそうね、そう ね、 ね、お花の絵が描かれたあの時期のコーヒーカップで、そうそうそう、あのちょっとお茶してます、お茶してます、あの紅茶飲んでますみたいな、ね、そんなイメージ、そんなだったんだけども、うん、蓋開けてみたらね、もうヒップホップ系っていうかね。そうなんですよ。で全然違ったんだ。あれって思って、ね、第1回目で僕曲かけてるんですけど、うん、接着ソングっていうのやってたんですよ。
富永ボンドの接着ソングっていうのをやってて、第1回がサチモスのオールライトなんですよ。サチモスかけてるんですよ。素晴らしいね。優雅じゃねえこれ。かっこいいな。ねえ、いやいや、もう本当ありがとうございます。ね、当時はねお世話になりましたよ。いや、まあ、こんなコーナーもありましたというのをお用意してるんですが、アートコラム。アートコラムってありましたね。なんかやってましたね。確か、オープニング後での後に、なんかアートについてなんか話題持ってきてちょっと喋るみたいなことだったと思うんですよね。はい、じゃあちょっと聞いてみましょう。ボンドバアートコラム。あ、これ覚えてますね。あったあった、ありましたね、うん、あったあった、やりました。何話したかは覚えてなんで、ないんですけど、なんかネットから引っ張ってきたアートのなんか話題みたいな、こんな面白いのがあったとかいうのを、はいはい、ボンドさんなりに紹介しながら解説していくっていう感じだったと思うんですけどね。なるほどですね。やってましたやってました、ね、まあもう準備が大変だったですね、この時は、ね、自分で準備してたから。そうね、今っていうか昔、その頃、この頃って、まあ、ゲストさんいっぱい来ていただいたんですけども、ほとんど、ボンドさんに丸投げでしたもんね。そうですね、はい、今度なんとか君連れてくるよみたいな感じだったと。あ、そう、僕の知り合いがよく出てたと思います、ね、当時は。あさってさんとかね、よく出てましたね。あさってさん出てましたね。全然喋れないですよね、あの人ね、僕が言うのもなんなんですけど、面白かったですよ、あさってさん。ちょっと時間があっという間なんでですね、最後に武藤さん、力入れてる番組、9時30分から、はい、ね、ときめきレコード室ドキ、こちらどんな番組でしょうか。80年代専門番組で、まあ、誰もが知ってる80年代のアイドルの曲ではなくて、ない、みんながこれってあったよねっていう、ああそうそうっていうぐらいの曲を、レア曲を集めて流してる番組でございます、はい、ね、すごい、素晴らしいでしょ。深いとこ行ってんですね。だから知らない人は全く知らない、知ってる人はめっちゃ喜ぶっていう番組でございますいいですよそういうの、ラジオっぽくて、ね、もう小がな人しか笑わないっていうね、素晴らしい番組で、この、ボンドバーの後の後ですね、9時半からあの番組でございます。ぜひ聞いていただければと思います。はい、皆さんぜひときめきレコード室ドキ聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、来週は番組アシスタントを務めていたあの人が登場します。楽しみにしててください。富永ボンドのラジオボンドバ、エンディングのお時間でございます。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 NBC ラジオ佐賀のウェブサイトメッセージフォームからお送りください。はがきの場合は郵便番号 8400801 NBC ラジオ佐賀、ファックスの方は 0952255650 番です。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。あと2回あと2回で300回ですね。来週も楽しみですね。はい、皆さん来週もすごい人が出てきますのでお話楽しみにしててください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターは木工用ボンドで絵を描く画家富永ボンドでした。また来週。